フランク・シールズはアメリカ・ニューヨーク出身の男子テニス選手。フルネームはフランシス・シャビエル・シールズといい、フランクは彼の愛称である。1930年の全米選手権と1931年のウィンブルドン選手権で4大大会男子シングルスに2度の準優勝を記録した後、1930年代後半に ハリウッド俳優としても活動した人である。女優ブルック・シールズの祖父としても知られる。シールズは1926年から全米選手権に出場し始め、2年後の1928年に同選手権の準決勝でアンリ・コシエと対戦した。1930年の全米選手権で彼は最初の4大大会男子シングルス決勝に進出する。 対戦相手のジョン・ドエグは左利きの荒々しい協力サービスを武器にする選手だった。第3セット終了時点でドエグにセットカウント1から2とリードされた後、第4セットでシールズがゲームカウント14から13でセットポイントをつかんだ。ここからドエグがサービスで逆転し、シールズは第4セットを14から16で落とした。 これでドエグの優勝が決まり、シールズは1930年の全米男子シングルス、準優勝者になった。翌1931年のウィンブルドン選手権で、シールズは、ジャンボロトラとの準決勝の途中で芝生に足を滑らせ、足首を痛めてしまった。ボロトラには7から5、3から6、6から4、6から4で勝ち、ウィンブルドン決勝進出を決めたが、 足首の怪我のためシドニーウッドとの決勝戦に出場できなくなった。ウィンブルドン男子決勝が不戦勝の結末になったのは後にも先にも1931年の一度だけである。ウィンブルドンのアクシデントから2年後、シールズは1933年の全米選手権でシングルスのベスト4に入り、男子ダブルス準優勝を記録した。 3年ぶり3度目のシングルス準決勝では、ジャック・クロフォードに敗れたが、その過程の4回戦でシールズは、日本の布井イ・リスケを7から5、6から2、6から3で破った。シールズが、日本人男子選手と対戦したのは、布井を下した1933年、全米選手権4回戦の一度だけである。男子ダブルスで、シールズは、 当時17歳のフランク・パーカーとペアを組んで、初の決勝に進んだが、ジョージ・ロットレスター・ストーフェン組に13から11、7から9、7から9、3から6で敗れた。結局、シールズは四大大会で、男子シングルス2度、男子ダブルス1度の準優勝に終わった。彼は、男子テニス国別対抗戦、デビスカップでも、 1931年、1932年、1934年のサンドアメリカ代表選手として出場した。1935年全米選手権の準々決勝でフレッドペリーに敗退した後、シールズは一時的にテニス界を離れ、ハリウッドの映画俳優に転向した。インターネットムービーデータベースの資料によれば、 シールズは1935年から1938年までの間に通算7作の映画に出演した。彼の俳優経歴はこの3年間で終わっており、1938年からは再びテニス選手に戻って全米選手権に復帰する。13年後の1951年、シールズは1年間デビスカップのアメリカ代表監督を務めた。 シールズが監督を務めた年、米国チームはアメリカンゾーンの1回戦で日本チームと対戦した。日本はこの年から終戦後のデビスカップに復帰を認められたが、熊谷和也監督が率いた日本代表チームは、シールズ監督の率いる米国チームに5戦全敗で終わった。1964年、シールズは国際テニス連動入りを果たした。シールズは、 私生活で三度結婚し、すべて離婚に終わったが、その間に四人の子供を設けた。国際テニス伝道入りの翌年、1965年5月31日に、生まれた孫娘のブルック・シールズが、早くから、子役モデル、女優として、活動を始める。祖父のフランクは、ブルックが10歳になった1975年8月19日に、 故郷のニューヨークで65歳の生涯を閉じた。ありがとうございます。